の時ネタをやろうと思ってて、実は。はあ、何？軍道さんになんか遠くで喋ってる声を録音してもらって、うん、で動画にしようかなと思って、なんか神田バスタオル取ってとか撮ってもらって、で私が配信して、最近軍道さん見ませんね、どこにいるんでしょうねみたいなこと言って、ちょうどいいタイミングでそれカチカチって流して、あータオル取ってとか言って、あえみたいな、配信をやめるっていうのをやろうと思ったんですけどやろうよ、さすがに燃えるかなと思ってやめたんですけど100% 燃える、 100% 燃えんねそれもしくはなんかこう撮ってもらったやつをあのスマホとかに落として布団の中に入れて、うん、音を流して、うん、起きてくださいよみたいな、あだーって配信早くしなさいよみたいなことを言ったりして、ロアさんとかいい王子にも音声録音してもらって、うん、こう、うんうん、軍道ミレイいるのは分かってるんだぞみたいな王子に声取ってもらって、それをまあ玄関の方で流すみたいなことも考えたんですけどめっちゃいいじゃん、思いついたのが突然だったんでね。ああもう言ってくれたら全然やったよそれマジで、神田バスタオル取ってって全然録音して送ったよバスタオル取ってっつってシャンプーないんだけどっつってやろうかなと思ったけど、ね、さすがに怖かったからねそうだ、おるね、聞こえてる？はい、声が聞こえないですよ。はい。ミレー。ミレー。バカ野郎お前ここでやる。ミレー。切っていいかも。うるせえ。うるせえマジで。もう。出た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 、はいはいはい、帰ってきた、うるせえな、そのテンションやめろっつって、うるせえな、もう帰っていただいてよろしいですか、本当にもう DW といい、なんか本当に常識のない人間が多くて困りますね、ね神田くんね、え翔ちゃん、あ翔くん、翔くんしてるわけねえだろはい、聞こえてます？はい、お疲れ様です。もうさ、そのテンションやめてもらっていいですかああ、それはだってエイプリルフールの時にやろうって言ったじゃん。なんでミータンバスタオル持ってきてくんないの、ちょっと。いつまでそのテンション続けるんだよ、お前。これやんなきゃいけないなと思ってたんですよね。いや、私もやんなきゃなと思ってたけど、まさか今だとは思わなかったわ。これが軍艦ウィークですか、草。これが軍艦ウィークなんだそれ。あ、いやいやいや、いやはい、褒めて、はい、はい、あ、で、今日何すんでしたっけ、何すん、なんでそんなさ、FF やるんですか、マイクロやるんですかみたいなテンションで喋りかけてくるんだよお前、褒めろっつってんだよお前あ、今日何でしたっけ、コンセプト知らねえのか、知らねえで来たのかお前、ほんとに、そうかそうか、10万人記念おめでとうのやつだ、そうだそうだ、ごめんごめんなんだこいつあー、おめでとうございます、 ありがとうございます、はい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 、終わるか、あー、そうですね、じゃあちょっと待って、ちょっと待ってよ待ってよ、おかしくない、おかしくない、なんかあるでしょなんかなんかあるでしょ、何、例えば、え何、え、なんか、なんもないかもねまあ、いつも言ってるしな、まあそうだね、ベッドの中でな、ちょっと待って燃えるんだってこの配信は何人見てると思ってんだよ、いいか、燃えるわけねえよ、燃えるの、あんたが燃えるの、燃えねえよ、軍道ミレが燃えるかもしんないけどな、なんで私が代わりに燃えなきゃいけないんだよ、お前が一人で燃えてろどう考えても燃えないでしょ、私と軍道さんの関係でそうだね、燃えないね、そうだね、そうだね、翔くん、そうだね、みーたん、はい、早く褒めて、なんかほら、この前さ、褒める、ほら、手紙書いてくれたじゃん、うん、あー、そうですね、はい、手紙の中に書いてあったようなことをね、言っていただけたらなと思います。そうですね、まあ、軍道さんと知り合ってもう何ヶ月経ちますか、わからん、もう半年近く経ちますよね、でもまあ、5ヶ月かな、まだデビューして5ヶ月ちょいですよね、うんうん、本当に、いや、まあね、本当に軍道さんに会えてよかったなとは本当に思いますね
いきなり真面目なテンション持ち出すのやめてもらっていいですか。本当にあね、私が今登録者数やっとね4万5000人といきそうなんですけども、おめでとう、うん、これもね本当に群道さんとかねロアさんとか大橋とかと、うん、みんなでね一緒にね、うん、あのゲームできたこうゲームできたからこそだなって思ってるわけですよ。うん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 、でね、本当に群道さんにはねいつも感謝してて、はい、本当にありがたいなと思っててね、まあ、この前いい機会だったのでね、手紙にまあいろいろ書きましたけども、はい、本当普段から本当群道さんには感謝しきれないぐらい感謝しているので、本当いつも助かっているなとね、いろいろこうちゃんとなんだろうな、私が殴りかかってもちゃんと反逆してくれるあたり、本当に待ってください、本当にそういう待ってください、はい、人が今までね、まあいなかったので、はい、本当群道さんがこうやってね私に付き合ってくれるのは本当にいつもやりたいなと思って、はい、ガチなテンションで来るのやめてよ、ちょっとどうしたらいいの、うるせえなこいつ大変なのに、はい、こうやってねあのコラボとかね誘ってくれたり、はい、私が気軽にコラボしようって言った時にすぐやろうって言ってくれたりね、本当にいつも本当感謝してね、感謝し尽くせないぐらいなので本当にいつもありがたいなって思ってます。はいはい。ちょっと待って、ガチで、これでいいか、ちょっと待って、それでいいかって、まるで原稿を渡したかみたいな、なんか言い方やめてよ。はい、30文字で3000円なんで、後で、お支払いしておくので、この件は、ね、あのご内密にお願いいたします。ディスコードで後でお送りします、明細の方。いや、まあまあまあ、そうですね、神田翔一くんは、本当に、本当に何の流れこれ、何の流れ、何でしょう、翔一くんは本当に何て言ったらいいんだろう、あれこそ、はい、なんか冗談でリプライ送ってきたんだろうけど、本当に11万3000なんちゃら人分の一人だなって思ってて、あら、うん、思ってて、いや笑うな、思ってます、以上です。